そう、旧型潜水艦の建造も、12隻体制で、次の新型潜水艦タイゲイへと建造されています。日本が作り出す潜水艦は、すべてが極秘とされていて、一般的には、何一つ情報はありません。今回、そんな海上自衛隊潜水艦の極秘とされている情報に迫ってみたいと考えています。噂では海底で敵なしとの話もあるくらいです。日本が世界に誇る海上自衛隊の潜水艦技術を公開されている範囲ではあるが、わかりやすく説明する。最新鋭潜水艦や次期潜水艦など、後半は潜航深度などにも迫っているので、削除されることを覚悟で書かせてもらった。海中任務を遂行しなければならない潜水艦には、数々の性能が求められているが、その多くは公開されることは皆無に等しい。その理由について、海上自衛隊が世界に誇る最新鋭潜水艦双竜型、翁竜から深掘りさせてもらった。海上自衛隊の最新鋭艦双竜型潜水艦の11番艦である翁竜に関してわかるのは、2020年3月、広島県呉基地を母港として、広大な日本領海を防衛するための新戦力の一つとして実戦配備されることになったということである。そして、翁竜派通常動力型の潜水艦としては、世界最大規格に近く、基準排水量は2950トン、水中排水量が4200トン、長さ 84M、幅 9.1M となっている。また、翁竜派エンジンも変更しており、同自走竜型の前級10番艦までは、ディーゼルとスターリングエンジンに鉛蓄電池を合わせた推進方式だったが、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池併用方式に変えたため、ここは大幅な仕様変更をしたと言えるだろう。ここで違和感があったのが、翁竜の速力は、水込み13ノット、水中20ノットと公表されているわけだが、推進機関を大きく変更したのに、10番艦までの従来艦の速度と大差ないということに気づいたからだ。当然潜水艦だから、スピードが速ければ良いというものではないのだが、現状潜水艦の位置づけは最重要軍事機密に該当されており、その性能を簡単に推測される正しいデータを公開することはありえないというわけだ。前述した翁竜だけではなく、そう、竜型前級でも連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等の情報は極秘事項として開示されることはなく、日本の防衛を危ぶまれる機密扱いであることが感じられる。潜水艦という兵器の特性上、非公開なのは日本だけではなく、世界的にも同じような状態であり、翁竜派水中20ノットという速力を開示しているが、実際の速度は違った数値であることは間違いないだろう。水中速度と連続潜航可能時間が明かされてしまったら、その潜水艦の行動範囲が判明してしまうことになり、海中で隠蔽することを最優先しないといけない潜水艦にとっては弱点を握られてしまうことになるため、特に通常動力型潜水艦に関してはこれらの情報を絶対に漏洩してはならないのだ。通常動力型ではなく、原子力推進型の潜水艦であれば、機関部分だけで判断すると、ほぼ無限に連続航行ができることが明白だから、大して問題がないのだ。当然パワーも強力であるため、水中速力も、多くの原潜タイプが30ノットに達することは常識である。しかし、整備実施規定上は、無限に潜航できるはずの原潜と言われているが、動かすための乗組員が必要であり、彼らが艦内で生活するための食料や物資の補給を欠かすことはできない。つまり、
人間という原動機が潜水艦という窓のない狭い閉鎖空間で缶詰状態になってしまうことに耐えられる精神面的な問題を考慮すると、原潜の活動にもタイムリミットもあるということだ。オーレユに関して言うと、エンジン機関として鉛蓄電池よりパワーの大きなリチウムイオン電池を採用したことを考慮すると、10番艦までとは同じ水中速力とは絶対に違うだろうというのは予測ができる。瞬間的には原子力推進型にも負けないスピードになるとも言われている。そうなると現在保有している潜水艦のすべてが原子力推進型であるアメリカやイギリスなどが優位である。海上兵器としての巨額なコストや廃棄までの手間と時間を無視するなら、原子力推進型以上の機関は世の中に存在しない。突飛な発想かもしれないが、原子力推進型というのはアニメ新世紀エヴァンゲリオンでいうところの S2 機関のようなものではないかと想像してしまった。要するに無限エネルギーを発生させるものと考えても決しておかしくない世界になってきたと言いたい。潜水艦の性能の決定打となるのが最大先行進路であり、これは原子力推進型、通常動力型どちらでも同じことが言える。潜水艦がどれだけ深く海中に潜れるかによって、敵のアクティブソナーやパッシブソナーなどに見つからない可能性が高くなるのだ。敵国に我の存在を発見されないということが潜水艦にとって最重要項目である。実際に攻撃を仕掛けてなくても捕捉が困難な潜水艦が海中に潜んでいるかもしれない恐れがあるだけで、敵の水上艦艇の作戦行動が制限されるというわけである。それと同時に索敵用の敵戦力を分散させることになるが、オーリューの船体に使用されている素材の強度から推測すると約 600m 以上は潜航できるのではないかという説もある。中国海軍潜水艦の潜航能力が約 300m となっているため、その場合は余裕で行けるということになる。しかし実際には海底深度の深い太平洋と違って、東シナ海や南シナ海などは水深が浅いため、中国海軍との対潜水艦船の主戦場をそれらの海中と仮定した場合、オーレユの性能はオーバースペックではないかとも指摘されているため、いささか用心は必要である。日本の潜水艦が高スペックだと言われているのはこのような潜航深度だけではなく、艦体の静粛性が非常に優れており、原子力推進型よりも構造的に優れている部分をギリギリまで突き詰めた結果として、驚異的な秘匿性を持った潜水艦になったのだ。潜水艦の厳重な秘匿性を鑑みると、2018年1月の事件を思い出してしまう。あの中国海軍の原子力推進型潜水艦が尖閣諸島沖に侵入し、航空自衛隊、海上自衛隊の必要な追尾を受けて、しぶしぶ海上に浮上せざるを得なくなった事件である。秘匿性だけにフォーカスを当てると、日本と中国はまさに好対照と言えるだろう。通常動力型潜水艦としては、世界各国に輸出されているドイツの214型潜水艦と、その自国使用型であるが、多くの騒音トラブルが発生していると耳にしている。だから、どう考えても、静粛性で世界トップクラスと名高い日本の潜水艦が、中国と海中戦をして負ける気が全くしないと、筆者は思慮する。